おったら一発で食うはず。おら食ったー、なんか食ったおらー、おら食ったわ。タモタモよ、タモ。皆さんこんにちは、こんにちはじゃなくてもこんにちは。なんかやっと磯場に立てるって思ってウキウキしとったけど、風が吹いてワシャワシャし始めてちょっとしょげてる。けいかちゃん、けいいちです。そうなのよ、ちょっとねタイミングが悪いのよ、タイミングが。しょうがないんだけど、こればっかりはよ。まあやれる分無理しない感じで今日は夜風呂を狙いたいと思います。今が干潮で今から潮が上げてくるんだけれども、このワシャワシャ具合はね、あ違う、これ壊れてる。じゃーん、壊れてました、リールが。リールが壊れてました。ご冥福をお祈りいたします。はい、ご収集様です。で、いや、ちょっとここで釣りするのはやめよう。移動しまーす。移動でーす。これはもうやばい。安全地帯まで来ました。ここでやっていこうと思います。もうあんまり無茶はしたくない。今日のマキエちゃんは、また例のごとく、オキアミがありません。オキアミ抜きであります。白っぽいマキエで、煙幕を作るようなイメージ。視認性に訴えるマキエだ。にゃは、にゃは、にゃは。こんな感じで、ほら、こういうね、濁りが出る。これ濁りに魚が、なんじゃろかって、なんじゃろか、なんじゃろかって言ってくる。さあ、やっちゃってみようかしら。では、1投目。おい。おっしゃれとんよ。折れとるし。なんだよ。あ、ちょっと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 これ。何よこれ。2個目だぜ今日。お、なんか来た。あ、抜けた。マジか。ちょいちょい、今のはダメだろう、取らなきゃ。なんで抜けるかな。今日最後の当たりだったんじゃないの。そうよ、釣り始めて1時間2、30分経ったんじゃねえか。チェックショー。お、当たった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 。おい、来た。おっしゃ、おし、来たよ、なんか。おいし、来た。なんだ、イサキやりました。イサキさんです、ありがとう。ほら、言い方、言い方よ、さきさん。さあ、タイドプールに。この調子で、連れてくれ。よし。さっきのもイサキやるね、最初のやつも。よし。
竿は折れずに一匹釣れたわ。よかったよ。なんとかこれ連チャンしてくれんかな。エサ取りなの？なんなの？これ、こっち来た。来たよ。ふい。ふい。ああ、イサキがね、食いしぶってるね。これ。これこれ。ちょっとちっこくなった。そし。ふい。さあ、最後に瀬際をして終わろう。瀬際をするときは、花を浅くするべし。そして、底なんよ、底。はい。おとととと、釣れる。追ったら一発で食うはず。なんつってだってオキアミがねえからね。おら食った。なんか食ったおら。おら食ったわ。おったわ。おら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 。やべ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 。耐えろ耐えろ耐えろ俺。耐えろお姉様。よし。ちょっとちょっと。カモ。カモよカモ、こうカモ。マジか。黒じゃないの？黒ダイなの？黒ダイだった。追ったけど一発で釣ってきたねやっぱり。手際。手際に降りました。黒ダイでーす。しぬちゃん。よしよし。それはおるわね。ありがとう。連れてくれて。イサキさん2枚。平戸の磯さん、バイビー。おはようございます。じゃなくてもおはようございます。昨夜のリベンジをしに、浅間詰め勝負に来てます。なんか夜釣りのリベンジを浅間詰めにするというなんかお門違いな感じがしますけど、そこはドンマイということで、ほぼ5時、今1時間近くは暗いのかな。それでちょっと勝負かけてみようと思います。やったるぜ。なんだ今、ウサギっぽいあたりだったぞ。おりゃ、お、なんか食った。食ったぞ。食った食った、なんか黒？コッパ？おら、コッパ黒。ありがとうよ。ありがとうよ。はい、バイバイ。こんな感じだろうね、今日は。思うようにいかないのが釣りでございます。コッパオナガ、
方、ちょっとだけ良い方。まあうながちゃんありがとう。俺が釣れりゃいいんじゃない。かいが1杯ぐらい釣れんかな。カメラが回ってない時に限って釣れます。秋イカにしてはナイスサイズですよ。はい、帰ってまいりました。本日の釣果がこれ、じゃん、空っぽ。これですね、イサキ。いい方よ、それなりに。イサキ、まあ小型で、オナガ、小型、死ぬ、普通で、水イカ、まあこの秋にしてはいいサイズなんじゃないだろうか。水イカで、今日はね、黒なんだけど、これこれエラの縁が黒いの分かります。これはオナガグロなんですよ。標準和名、黒はメジナなんだけど、これはオナガメジナという種類になります。これを煮付けにしたいと思います。絶品煮付けだぜ。では調理開始。まずね、この魚一匹煮付けにするのに私が使うのはこれ、出刃包丁、今夜内臓をガシャガシャガシャって洗うやつで、ハサミ、鱗落とし、鱗落とす。煮付けの場合はしっかりと鱗落とす。煮付けの場合はしっかり落とさないと皮ごと食うけんね。皮を食わないとはいいけど、皮ごと食うのでしっかり鱗を落とす。ここのとこもあれけどね、大きいやつはちょっと気になるけど、ちっちゃいこのくらいのサイズはあんまりここら辺気にならんから無視しとくのがいいです。ほっぺた周りね。で、あと仕上げ、このね、ヒレの際とかね、ヒレよくね、よく見落としがちがね、ここんとこね、ここんところがよく落ちてなかったりします。次、包丁でこう腹切ってもいいんだけど、この方が楽です。洗い物が増えるけど楽なんで。で、開いてエラのまず下の部分をブスッと指突っ込んで、ここね、指突っ込んでブスッと取ります。で、上のところ、付け根のところを指でつまむというか、ガリッと取り出す感じ、外して取り出す感じで、こう腹の内膜切って、次でこのね、血わた、腎臓らしいけど、ここのとこね、しっかり落とします。それをこれでガスガスガスと、包丁で取れる時もあるけど、これでやったら間違いない。でついでにこの黒いやつ、黒、メジナね、メジナ、オナガメジナ、総合ともにこういう黒いやつがあるので、これも落としとくと見た目がええです。ここら辺も頭のところもできる限り綺麗にしておきます。で、こんな感じで、あとはまあ悪く拭いて、
ここに切れ込みをバスッバスッと、こんな感じで切り込み入れれば食いやすいし火も通りやすい。裏側はしなくていいです。今日フライパンで煮ます。山椒神器、まずねみりん、まあ、みりん風なんだけどねで醤油、酒、料理酒で全然構わないですけど、これだともっと美味しくなります。これ日本酒ね、普通の日本酒で、配合はまず1で醤油1、日本酒青1、2、はい、これだけです。これに砂糖、砂糖を好きなだけ入れます。甘いのが好きな人はいっぱい入れていいです。こんなもんでしょう。さあ煮付けていきます。まずね、こう切り込み入れた方を下にし、入らないわ入らないわ、これ切り込み入れた方を下にして入れるね。ほんで繰り返す。皮がめくれてしまっちゃった。あとは3、はい、でけたでけた上手にでけた、はい、お長黒の煮付けできました。今日ねお仕事ついでに魚釣りしてきましたよ。でこれその中の一つ、このお長黒、標準和名お長名人な、それを煮付けにしました。煮付けといえば魚料理の代表の一角でございますね。塩焼き、煮付け、刺身だろ、うん、まああと寿司とかなんか入るんだけど、うん、寿司が有名。でこれを煮付けしました。大体30センチぐらいかな。これちょっと今から食べたいと思います。絶対うまいぜ。それではいただきます。はい、しーちゃん好きなところから食べていいよ。じゃあほっぺたからですか。はい、ほっぺたちっちゃいけんね。いや10月というのに暑いですな。欲しいよね。よし、お父ちゃんもいただきます。いただきます。はい、おいしい。このお長めじな、お長黒はね、普通のメジナと違って身がね、なんか上品なんです。普通のメジナ結構身がポロポロするので、これなんかまとまってしっとりした感じの身をしております。バーッとかいいね。よし、美味しゅうございましたね。はい、他にイサキとチヌが釣れた。あのね、イサキはまだ食べてない。もうチヌは刺身で食べました。とっても美味しかったです。で、イカも刺身で食べさせていただきました。美味しゅうございました。ね。まあ、その時期その時期によっていろいろ魚があるんだけど、ね、釣れる魚を知っとったらピンポイントでこう、あれを行く、あれを行くって感じでできるから、知識を持つに越したことはないね。よし、それではごちそうさまを言いましょう。平戸の海の神様に感謝を申し上げましょう。せーの、ぷにぷに。
ごちそうさまでした。ブッブッ、はい、バイバーイ。I can't feel so